原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、堀江俊です。皆さんこんばんは、小川葵です。皆さんこんばんは、前野智明です。この番組は新世代オープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、主人公空役の堀江俊とパイモン役の小川葵と勝利の声担当しています前野智明がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組となっております。はい、配信は年明けですが収録は年末にしてますよ。年末年始はあれですか、なんかやるんですか皆さん。あ、やるんですか。なんかあれですか、ご予定はあるんですか。なんもないっすね。あ、もない。ご実家に帰られたりは。ご実家にも帰らぬ。あ、帰らぬですね。うんうん。まあね、僕猫飼ってるので。あ、なかなか開けづらいよね、家をね。そうですよね。小川ちゃん予定あるの。私は帰りたいと思っております。あ、帰り、俺もね帰りたいと思っているの。あ、うん、本当ですか、うん。帰れそうですか。帰りたいけど、でも多分俺は。テイワットに帰ると思います。故郷になっちゃった。多分いろいろ考えてテイワットの方にあの帰る気がしますね。なかなかね難しいですけどね、はい、まあでも帰りたいですけどね、うん、そんなわけでね3人で仲良く始めていきましょう。はい、はい、ということで始めていきましょう。原神公式ラジオテイワット放送局、本日もログイン。この番組はみほよの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局。改めまして、原神主人公空役の堀江俊です。パイモン役の小川葵です。勝利の CV 担当してます前野智明です。はい、ではここからリスナーの皆さんからのお便りを紹介していきましょう。はい、じゃあ僕からいきましょうか。はい、はい、お願いします。旅人ネーム旅の収穫だねさんからいただきました。ありがとうございます。収穫だね。堀江さん、小川さん、前野さん、こんにちは。こんにちは。私は1ヶ月ほど前に原神をプレイし始めた新米冒険者です。私はゲームが本当に苦手で、原神もプレイ当初はパイモンを追いかけながら、七天神像に着くまでの間 3,4 回は死んでしまい、もしかして原神って私には難しいのではと思っています。しかしどこまでも走っていける美しいテイワットの世界と、可愛くてかっこいい魅力たっぷりのキャラクターにドハマりしてしまい、今では休みの日に6時間ほど原神をプレイしてしまうほどどっぷり原神に使っています。ちなみに私が原神を始めた理由は、SNS でたまたま見かけた勝利先生の槍を蹴る攻撃モーションがものすごくかっこよかったからです。わかる。もし復刻の機会があれば必ずお迎えします。僕もです。ありがたいですね。確かにあのモーションはすごくかっこよかったですね。やっぱキャラクターによってその武器の出し方だったりとかも凝ってるから、凝ってるよね。いいですよね。すごいと思う。俺があの勝利を操作してて、はい、モンドの屋根の上から飛び降りて、あのベンチの上から落下攻撃して、そのまま優雅にあのベンチに座るっていう座れるたらいいなと思いながら、そういう遊びをよくやってます。面白い。スタイリッシュな座り方をいいですね。では続いて、はい、旅人ネームグラムさんからいただきました。ありがとうございます。週替わりパーソナリティのお二人、お二人、三人、はい、そしてスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私はちょうど先月風太郎ちゃんの復刻ガチャがあると聞いて原神を始めた冒険ランク40ちょいの初心者です。いやいや全然初心者じゃないです。すごい早っ。早いね。めちゃくちゃ早い。序盤にたくさんもらえる石で、お迎えした風太郎ちゃんと最新までメインストーリーを進め、うん、今はさらに推しの風太郎ちゃんを強くするために頑張っています。もともとラジオを聞くのが趣味で、探索やボス集会のお供にすることが多かったので、うん、公式ラジオをこのタイミングで始めていただき本当にありがたい限りです。小賀さんと一緒に強くなっていければと思います。これからも毎週楽しく聞かせていただきます。いただきます。ありがとうございます。うわ、早くもクロート感漂ってますね。漂ってますよ。強いキャラクターですからね。すごい。フータをゲットできてなかったんですよね僕。めちゃくちゃ強いのに。強いですね。炎暴元素のね、キャラクターですし、可愛いですしね。まあ、でも早いですね、もうね、ランクが。ねえ、ですね。40ちょいの初心者。初心者。いや、もう初心者じゃないですよね、もう。まあでもね、やっぱ原神のね、
いいところってその長くねコツコツ楽しめるところでもあると思うんで、まあ一日にやれることも本当にたくさんあるんですけど、その中からね今日は何をやろうこれをやろうって決めてね長くコツコツ遊べる魅力もあると思うんでね、これからもね長くプレイ楽しんでいただきたいですね。いただきたい、はい、では続いて旅人ネームルリーロピースさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。私の職場の同期が原神をプレイしていました。何やら見覚えのある画面だなと思っていたらまさかの原神でびっくりしました。いやいやいや、身近に同志がいるものですね。皆さんの周りで原神のプレイヤーといえば誰が思い浮かびますか？でも本当に多いですよね。あの原神に出演されてない方で役者の方でやられてる方もものすごく周りにいらっしゃるしね、出演陣も結構やってる人も多いですしね。ですね。この間電車乗ったらあの女子中学生か女子高校生の女の子があのスマホで原神やってた。嬉しい。嬉しかった。よく見ます確かに、逆に男性だとめちゃくちゃイケイケな感じの男性も、あの何やらやってるなと思って見たら原神だったりとか、本当に幅広い世代男女問わず。みんな楽しめる、ね、結構ねあの電車に乗るとその電車がラッピング電車だったりとか結構、ね、生活の日常にね原神って近いところにありますから、おのずとねあの触れる機会っていうのが多いなと思います。パイモンの車両に乗りたくなりますもん。こうあ分かる分かる分かる。パイモンどこ、主人公探しちゃうありますよね。そういうのね、こんな感じで輪が広がっていきたいですね。そうですね、はい、はい、ではではたくさんのお便りありがとうございまし ました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です、原神公式ラジオテイワット放送局。こがあおいのテイワット体験記。きたきた、テイワット体験記。私こがあおいがこのラジオ内で一からテイワットを旅していく様子を皆さんに見ていただくコーナーです。はい、はい、来ました、ほっこりコーナーが。これが噂のコーナーですか。噂のコーナーです。保護者になってください。はい、思います。はい、まあ、完全にあの土初心者なので温かい目で見ていただけると嬉しいです。はい、見れます。そしてですね、あの前回からメインストーリー自体はあんまり進んでないんですけれども、ちょっとだけあの宝箱開けたり、レベルを少し上げたりしております。大事です。はい、なのでちょっと、ホリエッティと先生アドバイスをお願いいたします。うむ、よかろう。では早速始めてみたいと思います。こう、はい、と以前はですね、あのアンバーのこのここ入るところまでやりまして、そうでしたね。でここからガイアがいるじゃないか。そうなんです、ガイアから始まります。はい、行きます、お願いします。はい、来たか来たか。ちょっと近くに来てくれ、近くに来てくれ、何か匂うか、匂うか、あ、な、何も何もこの神殿で少し予想外のことが予想外のことがあった、あった。スライム、ヒルチャー、マリオが残したマリオとのつながり、中はきっと賑やかなことになってる。雑魚ばかりだ。おとなしくしやがれ。似てる。似てねと思うよ。おー、いいね、気合いに入った。ほう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 。風になるなんて実に残念。行こう、少年。四風守護は祀られなくなったが。なるほど。懐かしいね、なんかね、やっぱね、もう一年前とかだからな。旅人呼びじゃなかったんだ。ね。少年。うわ、では行きますよ。行くよ行こう行こう。どういうとこだっけこれ。いやもうこれはもうここは最初すぎて、そうね、もう行きます。もうソロでいい生物出てくれとしか今は。あ、もうチームはこれしかいない。あ、いいね、ういういしいね。ういういしい、いいよ、これしかいないのです。これで行きます。アンバーノエルフィッシュル、いいね。はい、行こう行こう、挑戦。四角四角、レッツゴー、行こう。はぁはぁ、まずはちょっとガイアさんに、さあガイア先生に、ガイアさん行っていこう、話しかけて。ガイアもね、結構まだ謎がいろいろあるからね。さあ、お試しでガイアも使えるから。ガイアになった、使えるんですね。シュッシュッシュッシュ、使い勝手いいよ。お、水の上移動するの楽ですよね。凍らせられるしね、幻想スキルでですね。あ、なんなんなん、そ
蘇生のも、あのやられたらそこからここにあのリスタートでいきますっていう。ここまで行きます。あ、懐かしい。なんかちょっと思い出してきたな。これはちょっとギルチャールいるから、あいつら倒していくんじゃないのかな。はい、経験だ。あ、ほらほらほら、はい、うん、そう。あ、この説明久々に見た。幻想反応のやつですね。はい、ですね。濡れてる敵は凍らす、あの氷幻想で凍りますっていう。えい、あ、これでも、これ R2 が R2 あの幻想スキルです。R2 右の、そう。あー、いいですね。これで、これ。おいね。こいつはどうだ。こいつはどうだ。あ、似てるな。ほう、ホリエって似てるな。マジっすか。似てるよ。でもなんか一回確かシステムボイスで、あの、あったんですよ。ガイアのモノマネをするシーンが確か一個あって。マジか。すごい。やったな、俺より全然似てるね。テーマも結構あるんですけどね。これはもうクリームで報告しないと。報告されちゃう。やめてください。意外と似てますよ。わあ、ここです。これはそうですね、大事なところですよ。はい、これを凍らして、そうです、ダウンさせ、一気に。こういうギミックもね、面白い。はい、うわ、これでも懐かしい。懐かしいね、このギミック。懐かしい。さあ、スライムできた。スライムだ、スライムだ、氷スライムだからそう。お、いいぞ。水スライムだから氷で凍ると。いいね、いいね。あ、いいね、いいね。あ、さあ、やりました。さあ、進みましょうか。あ、さあさあ、おとなしくしやがれ。すごい。さあ、風の翼のところですね。風の翼の操作は今後大事な操作になってくるんで、しっかりここでジャンプ、ジャンプしましょう。そう、いいぞ。そっか、ここ、こがちゃん、ここ生で生パイも、生ペイも、生パイもやっていただいてもいいですか。よし、じゃあ、行きますよ、生ペイも。パイモンの声っていつでも出るんですか。いつでも出るぞ。あれ出る、いつでも出るんすか。おいらはいつも偽物だ。俺らはいつも準備万端だからな。偽物だ。俺らじゃない。ほ、こいつも凍らして、このスライムだぞ。気をつける。なんかいっぱいいる、いっぱいいる。さあ、そこもう風邪ひくなよ。風邪ひくなよ言われた。優しい。これいいですよね、これ。自分の周りを、いいね、いいね。エッチだな。エッチか。これ水、これやればよかったのか。さあ、宝箱あります。取っときましょう。取ってきて。このあのゲッ経験の書みたいなやつは大事です。大事ですね。あれほんと足りなくなるからね。そうなんですよ。90まで上げるのがね、なかなか難しいよね。かなり大量に使うから。危険なところだ、危険なところだ。気をつけろ、気をつけろ、旅人、旅人、気をつけろ。偽物だ。渡ると危ないぞ。えっとこれ、そうだそうだ、うまいじゃないか。旅人うまいじゃないか。渡るんだ。出る、出るか。ここだ。あ、ない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 。あ、まい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 。よし、いった。あ、蘇生の2つの来た。回復はできないじゃないか。あ、できない。そうなんですよ。できそうな雰囲気漂ってるんですけどね、これね。回復できなかった。回復はあの蘇生だった。こっちか、あれ右か。あ、向こうだけど、そうね。まあでもあの正規のルートじゃなくて、あのあえて違う方から行くっていうのもね、あーゲーマーあるあるだよね。飛んでショートカットとか、そう、 RPG とかをやってる人だとね、絶対こっちだろう。でもこっちに何かあるかもしれないっていう。お、来たぞ。あ、いい動きするじゃないか。有能な戦士だったと。神殿での戦いは勉強になったぜ。なったぜ。こちらこそ。いや、褒めすぎて恥ずかしい。こちらこそ。お前がモードを救う勇士。俺は騎士団本部。そうね、あのちょっと時間の都合で。すいません、ガイアさん。お、ムービーかな。お、成功したな。懐かしい。ここ撮りましたよ。だいぶ前に撮ったろ。だいぶ前、だいぶ前。お先。お先。お先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがない。そうだな。でもこの辺撮ったのってアプリのもうリリース前、すんげえ前じゃない。もうだと思います。ですよね、リリース前だった。3年ぐらい前じゃない。あ、出た、アビス来たな、魔術師。あ、しかもこいつなんだ、氷だとバリア割れないぞ。お、あ、あ、ディルクか。初登
登場ですか、ここが、はあ、ここで初登場か。検証さん、うわかっこいい、かっけー、かっけんだよ。仕事の効率が悪すぎ、おお問題ない、おお、イケボの波状攻撃だ。どう面白くなる、おあーひゃー、おー、そうこうして、あっ、あーガイアゲット、やったー、お迎えできましたね、ガイアさん、見事にクリアできました、やったー、はい、はい、ではガイアさんクリアしたので、うん、次どこだ、リサさんのところに向かいたいと思います。リサさんのところに行こう、ーい、ね、あの、気だるい感じでね、気だるい感じのね、大人の魅力漂うリサさん、いろんなことを教えてほしい、どんなことだよ、どんなことなんだろう、どんなことなんだろう、どんなことが知りたいんだ、ポリエッティは、疲れの取り方とか、疲れの取り方、どこ、リサさんのあれってどこ、どこ、どこ、いや、ちょ、僕らガン無視でもうコカちゃんが男性陣、あの、ちょっと変なテンションになってきました。これリサさんのとこってどうやって、あの、あれ矢印どうやって出して、あの、任務出てない、任務、ね、あの、あれですよ、これ、ね、左 L1 を押しながら、はい、右左下に、これ、ありがとうございます、そんで、あの、×を押すと、これあの追跡になるから、はい、そうそうそう、コントローラーむずで、あのマップの黄色に光ってるところに行けば、そうか、このプレイにおいてはあれですか、ワープ使わない縛りとかあるのかな、でもワープ使ってるんじゃない、ワープ使った方が早いかもよ、ワープ、あのね、マップ開いて、あの L1 を押しながら、R で下、そうそう、はい、で、あの近くの、まあ近くしても、あ、そんな近くにないのか、でもそうか、今誰ここにいるのか、そうね、まあでもあれ結構じゃあ一緒だ、もう一緒っすね、一緒やね、まあ、若干ワープしてもいいけど、ね、はい、あ、じゃあここに行きます、もう、あ、歩きます、うん、行こう、そう、もうホリエッティだから、もうスタミナ切れるまでダッシュさせようぜ、いくらでも馬車馬のように走ります、 R1、 そう、 R1 押して、 R1、 それ、そう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 、それを失敗後で速く走れるから、そうでね、スタミナない状態で、あの、海とか落ちると、あの、大変なことになるから、そう、もうくずになってしまう、もうくず、よし、ジャンプジャンプジャンプ、さあ、さっき使った風の翼を、おい、そう、それ使わないと、あの、飛び降りて大変なことになっちゃう、絶命してしまう、絶命し、闘神、これでもね、これがよくできてんだよ、この飛ぶシステムっていうのもね、すごいですね、すごいよこれは、こんなどんだけお金と時間をかければこの世界観が誕生するのかとか考えると、あ、スタミナないぞ、ここはまだ大丈夫なのか、ここはあのね、泳いで渡れるやつじゃない、もしくは浅瀬るかも、あ、浅瀬でしたね、あ、ちょっとすいませんけど今はよいよいよ、あとで、あのね、全然敵はあの無視する時もたまにですよですね、こっちか、そうね、あ、いっぱい、いっぱい鉱石がありますね、覚えておきましょう、覚えておきましょう、勝利とかを取ったらすぐあの、ね、簡単に取れるんでね、あー、なるほど、うん、これはあれ、ホリエッティは勝利持ってないんだっけ、勝利先生持ってないんですよ、そう、まあじゃあこうぜひ今回のね復刻で、確かに絶対手に入れなきゃ、ぜひ全然いいんですよ、貫突していただいてちょっと財布と相談してそうね、ここいろんなものの幻想場があるんですよ登れば大丈夫か、そこ登れんのか、ここすごい、たまにあの上蓋されてる時あるそうなんですよね、あれ知らん、あれ絶望ですよね、適当に登って、うわ、上蓋されてるやんっていうあるよ、逆にもうやばいっていう時に足場ができたりとか、そうあるよね、まだいけてますよ、まだいけてる、オッケーオッケーオッケー、あ、いいんじゃない、こっちか、上見といた方がいい、あ、いけもうホイホイっといけます、そうそう、あの、もう罰をしてやれ、もうそんな、もう無知言って、ほら、もう早く登れよ、お前ホイって、やばいいや、待って、やり方によってはいける、その左のところ左側で最後、そうそうそう、今季のジャンプ左側スルスルと言って、こっち、そうそうそう、で、ちょっと上の方にも行きつつその最後のもうスタミナが切れるぞっていう瞬間にジャンプというか、ここ行けますか、これ行ける、うん、もうちょい左寄った方がいいかな、でもうちょっと上かな、もうちょっと上で、もうちょっと上で、
いやもう、うん、いけるかも。いけるかも。ジャンプ。ここはまだ無理。でもこれ真上に行っちゃうもんな。左上の方に行ければワンチャン引っかかるかも。これ死んだらどうなるんですか。あのね、落ちる瞬間にマップ、いやだからこれワープできないんだけどまだ。じゃどうしよう、一回降りた方がいいですか。はい。いやまあ行こう。もう行っちゃうよ。まあでも多分アンバーとかに切り替わるだけなんじゃないですか、ね。そうそうそう。じゃあホリエッティがあの戦闘不能になっても、ああ行けた。大丈夫。本当でスタミナ回復させてから。どこに立ってたんだ今。絶妙なところに。すごい。足場判定があるところでしたね。足場判定よかった。ちょっと左じゃないんで。こっちか。もうちょい左じゃない。もうちょい左。ちょっとあの、そうそう、あのアングル変えた方がいいかもカメラの。こっち。あの野郎覚えとけ。瞳だけ撮ったぞ。瞳だけ撮っとこう。そうそうそう。で、ちょっと後ろ。こっちか。そうそう。あ、いたいた。ありがとうございます。覚えてくれた。まあいいか。さあリサさん、さて、はい、やっと着いた。よし、話しかける。田中さん、あら、かわいい子ちゃん。あー、かわいい子ちゃん。危ないのに手伝ってくれるなんて感激だ。何を手伝ったんだ。何かわからないことがあったら、お姉さんに聞いてちょうだい。わからないこといっぱいあるからいろいろ聞こうよ、うん、どうして図書館師匠が遺跡に。どうして。あら、いい質問ね。それはもちろん、ジンが私を信頼してる。ジン団長。あらら、あなたたちも。神団長、もっと信じていいわよ。信じていいんですか。信じていいよ。信じます。騙されたい。セピロス、セピロス。じゃあ欲望が。もう一個ですか。はい、いきます。さあ行きましょう。レッツゴー。まあ、さっきはねガイアのおかげでね、はい、はいはい、まあなんとか来たんで。それじゃないですか、獅子の神殿に。ほい、挑戦。行きましょう。挑戦。さあ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 、さあリサさんの元へ。今回はこれはリッサが入るのかな。そうだよね。出してくださるんですか。で、ね、わあ、範囲攻撃とかが。リサさんです。さあ、やっぱりこの神殿の奥から非常に、あそこまで行くのが目標なんでしょうね。はい。さあ風が吹いていきます。さあ、さっき学んだ風の翼で。おいぞいぞいぞ。さあさて、さあ、いいね、この、このスカートって合ってるのあれ。スカート、なびくのがとかたまらん。いいですよね。たまらないです。たまらんで。ノエルちゃんとかもなかなかいい感じで。ノエルも可愛いね。いいんですよね。もう岩の重さは安心できますよ。これを、攻撃とか同じだからやり方は。そう、ちょっとあの武器が違うから。おいおい、なんかちょっとあの魔法使い的な感じの魔法使い攻撃ですね。後期だから。お、消えたぞ。さあ開いていく。開いていく。さあ宝箱封印かかっている。出た。雷元素の石碑。そうだ。さあどうするんでしょう。これを。これを。これを。お、あ、長押しで。長押しでも栄翔できると。わあ、長押し。スキルボタン長押しでも、あの違う、あ、でもとりあえず敵倒そうか。あ、これ、あ、ちょちょちょ、もうあの起動はしてるから。来たぞ来たぞ。はい、オッケー、いいねいいね。強いやんけ。強いよ。範囲攻撃です。おら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 。これね、なんかキャラによってね、長押しでまた、あ、やばい、時間が足りない。いや、だギリ足りてます。すごい。宝箱取っとこうか。はい、よし、やったぜ。鶏肉だ鶏肉だ鶏肉だ鶏肉 だ, 鶏肉だ、チキンだぞ。これは、あ、でもそうか、あれがいない、ガイアさんがいない。さっきのあれだからな、編成はもうできるはずだけど。でも感電させられる。感電させられる、あのこれだ。そうそう、それ範囲攻撃。はい、あれちょっとあれだったね、はい、あ、でもまあ通常攻撃もね、普通によし。いや、痛いな。エッチだな。エッチだな。エッチかエッチじゃないかで言ったらエッチだな。これはエッチだ。よし。鶏肉がな、マジ結構使うからな。あ、そうですか。鶏肉、あのね、まあ、はいはい、ヒーラーが育ってればあんまり回復でご飯食べたりしないくなるかもしれないけど、うん、序盤とか特に。そうね。あ、そっか、序盤ヒーラーが育つまで意外と。そっか、そうだったな。結構大変だった気がする。あの無双の
岩とか鉄系のやつの素材とか集めるときとかにヒーラー育ってないと確かにそういちいちゾーマで戻るの面倒いなとか確かに、あと序盤はあの復活系の料理もある程度いくともうどれ使っても同じですけどそうだね、序盤は大事だね、確かにある程度いくとそうね、ある程度いくととりあえず復活してくれればいいそうな目玉焼きでいいみたいな摩擦で生じた床槌の火もう一匹いる、ね、馬がいる、ヒルちゃん落ちるような濃いほどの衝撃ではないけど、さあさあさあ、うーりゃ、あ、違った、いいねよし、雷はいいですな、いいね、でもそれこそ復活するときにもう HP 全回復できる料理とかあったら最高ですね。うん、あ、でもあるあ、ありましたっけ、ないのかな、料理の性能はそんな詳しくない、僕も料理そこまでやったことないかも、まあヒーラーもね、優秀なヒーラーがかなり多いですから、誰を育てるかとかね、です ねそれこそ僕ナナちゃん使ってるんですけど、アタッカーとしてもいいですし、ね、俺ねヒーラーは今のとこバー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 バラちゃん、やっぱ、いけ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 、あれどうなったんだこれ、これ多分ね、あの衝撃一定なと、おー、よくよくよく乗った、これ頭疲れてんのこれ、ほらそうだやっぱそうだ疲れてどうしよう、じゃあ奥かな、あ、奥じゃない、通路が塞がれてるから、うん、こっちな、どうしたらいいんだこれ、あ、いけた、あ、いけた、びっくりした、で、あそこに着手する、はい、あぶねえ、あぶねえ、はい、あ、あぶねえ、あぶねえ、そう、あの移動してく床みたいなやつは落ちるとあのねやり直しになるんですよ、そうなんですよ、めんどくさいことになっちゃうから、ちょっと慎重に行こうぜ、今、はい、ショケ、逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったらいいのよ、なんかいるのかそこに無駄打ちしてる、危ない危ない、いやいやいや、オッケーオッケーオッケー、さあオッケーオッケー、中間地点まで行ったから来たぞ来たぞ、なんか出てくる、なんか出てくるぞ、出てくるのか、あ、準備しとけ、行きます、壊すと、おりゃー、壊すとパイモンが洗脳されたあれ、あ、お、宝箱が出てきた、これで抽選成功か、やったー、楽勝だったぜ、お、始まった、東風の竜、トワリン、トワリン、名前かわいい、南風の獅子、ダンディライアン、ダンディライアン、北風の狼、ボレアス、ボレアス、西風の鷹、セピロス、セピロス、モンドの四方の風の守護者で、お、風神バルバトス、バルバトスの剣族でもある、あいつのことか、トワリン、トワリン、人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中の、週1回しか報酬もらえへんのや、四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因が、あらららら、ストーリーもね、すごい深いんだよね、実はね、どうしてどうして、多分憎しみだと思うわ。憎しみ。憎しみ。お、似てるな。似てる。本物です。実は。そうだった。そして彼は魔竜になった。魔竜。なんだと。四風守護だったのに、なんで、なんで普段の声と全然違うね。いや、本当に。ピーモンやってる時と感動するんですよ、あ、嬉しいです、ね、そう言っていただけるとプロだって思うよ、マジで本当に全然違う、ここプロしかいないです、100年以上も前の出来事よ、フーム、お、なんだ、本もらいました、なんかお、いいぞ、きっとなんか書いてあるんだ、いいことが、はい、よしよし、じゃあその奥の、そう、デッペデッペ、そこから出れる、はいはい、やったー、これででもね、あれじゃないですか、お、始まりましたよ、あ、そうか、このムービーか、うわ、あ、モンドの天気が良くなったんですか、天気が良くなりましたリサゲットしましたね、あ、そうか、リサもこうやってゲットするんだ、美しいな、まあ、ストーリー上必ずね仲間になるキャラクターですからね、で、解放、解放されました、はい、これでちょっとやれることが増えましたね、はい、ですね、全部片付いた、片付いたぞ、うん、地脈の循環も元通りになるだろうな、なるだろうな、いいな、戻ってみるか、お、もちろん他にやりたいことがあったら、うん、お、本当、オイラも付き合うぞ、じゃあちょっとレモンサワー一緒に飲んでもらう、失われた風神の瞳を手に入れるの、手に入れたね、うん、今後も入手するかもしれない、これがねマジであちこちにありすぎてね、そうなんですよね、コンプリーターえらい先ですよ、まだイエーイ、さあチームメント取って、
はい、さいということでね、はい、無事にここまで進めました。リサもお迎えできたって、できた、はい、だぜ、いやーよかったよかった、うん、はい、ということでこの辺で本日はおしまいということで、はい、そして前回も言いましたけれども、ちょっとずつでありますが、こう仕事の合間なので進めていきますので、次回やるときはちょっとここではなく、そうストーリーがね若干もしかしたら少し進んでる可能性もありますからね、そこはご了承ください、はいはいはい、ということで以上古賀葵のテイワット体験記でした、はい。原神公式ラジオテイワット放送局。ここで原神からのお知らせです。明日1月5日水曜日に新バージョン、バージョン 2.4 流るる清掃花咲き手がリリースされます。バージョンアップ後、氷元素、新星5キャラクター新角が登場するイベント祈願キャラクター人生に戻りし一角と、風元素、星5キャラクターショーが登場するイベント祈願キャラクターに桃園の招きを同時開催予定です。また人生に戻りし一角と桃園の招きでは、岩元素、新星4キャラクター雲金、岩元素、星4キャラクター行幸、氷元素、星4キャラクター超雲が同時ピックアップされ、出現確率がアップします。そしてバージョンアップ後開催予定のイベント祈願武器新中府警では、新星5長江武器息災と星5長江武器和白炎などの出現確率がアップします。さらにバージョンアップ後には新エリア塩化の宮の開放や魔人任務鑑賞第1幕風立ち市鶴の奇境の開放、そして今後大型イベント怪盗祭の開催も予定しておりますのでお楽しみに。また新バージョンへのバージョンアップに伴いゲーム内のメンテナンスを実施予定です。メンテナンス期間およびバージョンアップの予告時刻につきましては原神公式ツイッターを随時ご確認ください。以上原神からのお知らせでした。お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。はい、番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいという要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。またツイッターでハッシュタグテイワット放送局でぜひ番組の感想もつぶやいてくださいね。さらにメールを読まれた全ての方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿の方お待ちしております。はい、この番組はですね、毎週火曜日配信の番組となっております。次回のパーソナリティやゲスト情報などはラジオのページをご確認ください。はい、ということでね、6回目も3人揃ってね、うん、撮れましたけれども、はい、いかがでしたか。いやなんか年が明けてもまだまだ、いきなり年明けて5日くらいからまた新たにね、いろんなものが待ってたりとか、そうだよ、ワクワクが止まらない、止まらない、どこまで準備をしているんだって。本当ですよ、でもね、こんなにね、なんか飽きさせないで楽しませていただけるので、ね、本当ありがたい話ですけどね。はい、ということで2022年も盛りだくさんなのでお楽しみに。はい、お楽しみにということで、それでは今回はこの辺でお別れです。はい、ここまでのお相手は原神主人公空役の堀江俊と、パイモン役の古賀葵と、勝利の声担当してます前野智明でした。バイバイ。この番組はみほよの提供でお送りしました。